グループの視聴者の皆さん、こんにちは。10月23日にリンゴルフのプロアマを開催します。私たちとぜひ一緒にゴルフをしましょう。10月23日お会いできるのを楽しみにしています。詳細は概要欄をご確認ください。リンゴルフフューチャーズトーナメント決勝戦4日目、とはいえ、谷田選手1人になってしまいましたが、今日は3オーバー以内だったら USLPGA の QT の挑戦権が得られます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、7番ホール、パー4、左ドッグにやってきました。距離はそんなにありませんが、左側にあるユーカリの木5本が非常に気になるところです。アナインスピレーションでは渋子が左に曲げ、あの木に当てダブを叩いてしまいました。さあ、谷選手ショット、うん、ナイスショー、ベスポジ最高。残り152ヤード、6番アイアンです。ちょっと左に出ましたが、ナイスオンですが、長いパターが残っております。7番のグリーン上に来ています。かなりオーバー、15ヤードぐらい、ピンよりもオーバーしてしまいました。このピンからなかなかちょっと画面では分かりづらいですが、奥の方に、かなり上がっており、かなりの斜面となっております。強さとしては、まあ、60% ぐらいの強さでしょうか。横からのパットになりますから、かなりスライスしますので、1メートル弱スライスするのではないかと思います。また目もこの山を見てお分かりになる通り、この山の右から左に、目が走ってますので、難しいパットになります。さあ、谷田選手2パットでしのげるか。急加速しています。3メートルほどオーバーしてしまいました。スライスと言いましたが、スライスがせずまっすぐでした。残念ながらボギーとなってしまいました。8番ホールパー3、161ヤード、風は左から右に吹いています。6番アイアンです。お、筋ってる。見えない。ちょい奥ぐらいですね。ちょい奥。うん、はい。ナイスショットでした。ここは1段、ピンがある2段、それから通常最終日のピンセッティングの3段目、一番低いところと3段グリーンになっています。で、今日は真ん中の2段グリーンで、谷田選手見事に同じ段のバーディーチャンスにつけております。目は皆さん山を見てください。山の右から左に目が走っているのと、傾斜も右から左に来ているので、間違いなくフックラインだと思います。こちらから谷田選手に向けてかなり、傾斜があります。上がっております。ということで、読み切ることができるか。今日はいまいちタッチが合ってません。いい感じで来てます。来てる、惜しい、止まらない。今日はこのぐらいの C
振動パッド、1メートル前後の振動パッドがかなりあります。ナイスセーブ、ナイスパー。9番ホールパー5にやってまいりました。ぜひともここでバーディーを取って一つ貯金を持って後半に入りたいところです。ナイスショー、言っていた通り、ナイスショット。貯金を作りましょう。ここで9番ホールパー5、ライドックセカンド地点にやってまいりました。谷田選手、素晴らしいドライバーショットで、ベストポジです。3番ウッド持ってます。彼女の3番ウッドの飛距離は220程度ですので、残りを50ヤード以下にして寄せワンバーディーを取っていきます。これもナイスショットです。ど真ん中綺麗に当たって飛んでいます。バーディーチャンスです。第3打目地点63ヤード58度、平田選手自らグリーンを確認に行きました。ピンの左50センチぐらいを上っていくとスライスラインでちょうどよく寄ると思います。ちょっと弱いか、ピンの右目から行ってしまったようですが、ちょっと弱かったようです。さあ9番ホールグリーンにやってまいりました。皆さんこの山が見えますでしょうか。トーナメントコースのグリーンはこの山の右から左に目が走ってます。この山は3300メートルあり、反対側の山はちょっと見えませんが、これが3500メートル、その間を偏西風が通り、すごい強い風の街になっています。風車は2900基あります。世界で一番の風力発電です。この9番グリーンも目が非常に強く、また傾斜もこちらから見て右から左に流れてますので、谷田選手のバーディーパットは、最低カップ1個、1個半ぐらい曲がるのではないかと思われます。さあ谷田選手読み切れるか。ボールのラインを見てると谷田選手の、スライスラインで考えているようです。お、いい感じで来てます、いい感じで来てます。お、バーディー、ナイスバーディー、読み切りました。9番グリーンの目と傾斜を見事に読み切ってバーディーです。10番ホール前半、谷田選手2オーバー、合計4オーバーとなって、9番ホール見事にバーディーで一つ貯金を持ってあと9ホールとなっております。フェアウェイ右サイドに綺麗なナイスショットです。フォローの風に乗ってかなり飛んでます。10番ホールセカンドの地点にやってきました。残り128ヤードです。この3300メートルの山を見て右から左に目が走っているのですが、ここのホールはホールと並行して山があるために、グリーンの手前から、奥まで順目となり、かなり速いスピードで転がります。見た目は手前から奥に上がっているように見えるんですが、オプティカルイリュージョン、目の錯覚で実際の距離より少々短めに打った方がいいと思います。これは右、グリーンセンターにナイスオンです。
10番ホールグリーン上にやってきました。約6メートルのパットです。ナイスタッチ。11番パー5右ドックです。正面のバンカー右エッジから10ヤードから20ヤードがベストポジです。お、ベストポジの方向に綺麗に飛んでナイスショットです。フェアウェイど真ん中です。セカンドショットなるべくグリーンに近づけたいショットです。お、ドローがかかってナイスショットです。花道手前まで行きました。残り約50ヤードでしょうか。バーディーチャンスにつける確率高い距離に行きました。11番グリーンにやってきました。ピンから約33ヤードまでセカンドショットで来ています。サードショット、さあ寄せ1バーディーで2つ貯金を作ることができるでしょうか。寄っています、寄っています。あ、ちょっとオーバーしています。ちょっとオーバー、距離でいうと2メートル弱。ラインを見てみましょう。山は真後ろにありますので右から左に目が来ています。ピンを抜きました。フックラインで読んでるようです。ナイスパー。12番パー4です。左ドッグ、狙い目は右バンカーの左エッジ5ヤードから20ヤードぐらいがベストプレイス2ドライブです。お、言われた方通りの方向にドライバーが行ってナイスショットです。12番ホール第2打、フェアウェイド真ん中です。170ヤードを5番アイアンで打ちます。すじってるね。距離は、おお、なんか良さそう、良さげのショット近いよ。近いですか。なんか近そう。12番ホールグリーンにやってまいりました。皆さんこの後ろの山を見てください。山の右から左に目が走っております。このホールはかなり目が強いので、下りのフックになると思います。逆側から見てみましょう。さあ目と傾斜との強さをどう読むか。約3メートル下りのバーディーパットですが、下りは 65% 程度でしょうか。慎重にラインを読んでいます。傾斜はスライス、目はフック、どちらが強いか読み切ることができるか。打ち切れなかった。ナイスパー。